ちょっと早いんですが、皆さんもお見えですので、こちらもいつもと違って用意万端と違ったものですが始めたいと思います。この真っ白雅楽定期演奏会、いつも11月3日でやってますが、 お越しいただきまして本当にありがとうございます。私たちは真っ白雅楽協会の会員であります。今日はほとんど全員2、3名2人ぐらいかな揃っております。初めてこの真っ白雅楽協会の真っ白雅楽をお聞きになる方は、親と思う、これもうこういうことは言わないとこうと思ったんですが、真っ白雅楽歌唱歌ですね、これが中心なわけです。歌詞はまあ入り口に置いてありますが、歌詞があるんです。ですから、要するに宮中雅楽とかその雅な感じの楽器が主体でいくということはちょっと違うかなと思われると思いますが、まあ、これが長年真っ白雅楽として伝わってきましたので、それをやっております。まあでも そればかりじゃまた若い人も入ってきて、なかなかあれなんで、絵天楽、あと今挑戦したの五条楽とか、その辺ぐらいまではやってみようかなというふうに思っております。それではいいですね、早速演奏に入りたいと思います。その真っ白雅楽のオリジナル曲で代表的な歌です、大和心です。後ほどまた解説いたします。
大和お風呂でした。この曲は、先日だと思うんですが、長野高校の校歌だった頃もあるとのことです。数年前、長野高校の120周年式典で、招待されて演奏してまいりました。歌は大三様で、曲は後ほども説明しますが、宮島俊章さんが50曲ほど曲をつけたんですね。そのうちのオリジナルであります。それでは次に、これも真っ白学のオリジナル、与門の海です。Thank you.
夜ものみでした。出た時はゆっくりで最後は早くなっていく、まあこれが科学だそうです。最初違和感を感じたんですが、だんだん、私たちもできるようになってきました。長瀬さん、ここで楽器の紹介をしたいと思います。皆さん、改めまして、こんにちは。本日は、マッセル雅協会の定期演奏会にようこそお出になりまして、ありがとうございます。今お話がありましたように、ここで楽器の紹介をさせていただきます。マッセル雅楽で使われているものを紹介をさせていただきたいと思います。で、一口に雅楽と言いましてもですね、楽器の編成だとか、あるいは目的等によって異なります。現在広く親しまれている雅楽はですね、大合奏の伴奏による舞を楽しむ体力系の楽舞、あるいは当楽を指すわけですけれども、管弦という分類が今日の主流になっているということでございます。で、管弦の構成でありますけれども、まず前の方からですね、打つものですね。それから次に引くもの、向こうの方に、あるんです、引くもの。それから中辺、真ん中辺のところに吹くもの、吹きものということで、3つと3楽で構成をしているということになっております。でまず前編の方からですね、打つものの紹介の方からさせていただきます。まずこちらの方からですが、こういう楽器ですけれども、お分かりでしょうか。なんて読むのか。カッコ。はい、大正解。カッコと言いますね。それではちょっと音を出してみます。合奏の中でリーダーに当たる役割を担っているというふうに言われております。ご覧のようにですね、包みのような形状のものを台の上に置きまして、細長い2本のバチを両手に持って横から打つ、こういうことでございます。包みはここでこうねやるんですけど、それを簡単に言うと、ただ下に置いたものというふうにご理解をいただければというふうに思います。はい、次これですね。これはご承知の通りですね。はい、これは太鼓ですね。はい、ちょっと。はい、これ太鼓はですね、秒打ち太鼓、秒で打ってあるんですけれども。丸い木枠の中に三方から紐で吊るしているということで、上と下に三方から紐で吊るしてあるから、これを両手に持った2本のバチで打ちます。これは単純というやつです。その中心にありますので、写真を撮ったりなんかしても、いつもやってる人は一番知らないんですけど、大変なイケメンの人が打つという次これですね、大正解ですね。これは倉庫と言います。ちょっと音を出します。倉庫でありますけれども、これは雅楽では唯一の金属楽器で、太鼓の音色にアクセントをつけたり、小拍子を告げる役割がございます。本当にこう静かにチラ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 、こういう
短編の音で描きます。で、雅楽はですね、まあ、日本最古のオーケストラ、まあ、そんなふうに言われておりますけれども、まあ、合奏だとか、あるいはまあ演奏といったことがまあ何回も出てまいります。で、雅楽にはまあご承知のように、まあ、指揮者というものがまあいないんですね。まあ、あの前に申し上げました通り、括弧やまあ太鼓の打つものの動作に、演奏者各自がまあ後ろの人たちがまあ呼吸を合わせる、まあまあいかにもこうゆったりとした平安調の流れで演奏することがまあ基本だというふうにまあ言われております。まあ、あの括弧だとか あるいはそのまあ大きな太鼓がまあ最前列にあるのは、そういう、こう動作を見ながら、まあ、後ろの人がまあ合わせていくと、まあ、こんなまさにこの括弧を先ほど申し上げました、まあ、リーダー的な役割、まあ、こんなことで、まあ、一番の前列にいるということもまあ言われています。はい、次はこれですね。これはまあ、ね、敷物の中で、まあ、あの琴とか僧とかね、こんな風に言っているんですが、ちょっと動かしてみます。胴体にして13本の絹の糸が張られております。で、右手の親指あるいは人差し指、中指にはめた竹製の爪で、まあ、弦を弾いて演奏をいたします。まあ、軽快な趣の2つの音色が演奏の主体となっているということで、というか、まあ、あのお正月やなんかにですね、あの春の海とかね、宮城道夫さんのあんなようなところでこうチラチラっていうふうにやると、まあ、いかにもこう趣があるな、まあ、こんな感じでお聴きいただければというふうに思います。次にこれですが、これは分かりますか？はい、小ですね。そんな感じのものですね。このところでまあ組み合わせてみて、指でこのところに音があるんですが、これでまあ調節をする。こんな竹のこんなやつです。ここにちょっと小さい。ここで。この前長澤さん持ってたけど、ちょっと形ですね。これはあの頭というふうに呼ばれる、まあ、お椀型の円周状に細長い竹製を17本縦に並べた、まあ、独特な形をしておりますね。でこれは、まあ、あの伝説上の鳥居というふうに言われております。あの鳳凰、あの車検坂なんか の, あの裏側にこういう、まあ、伝説上の鳥だと。でこれは、まあ、あの鳳凰が翼を休めている姿を模したというふうに言われておりまして、そこから、まあ、あの鳳翔、いわゆる鳳凰の鳳と章の章、放送というふうにも呼ばれています。で吹き口は乾燥させておくことが必要で、曲と曲の合奏は あの合間にはですね、電気コンロで乾かしながらの演奏となります。ということで、まあ、ご覧いただくようにお一人お一人がみんなあの電気コンロを持っておりまして、これから寒い時期は一番得なのかなというふうに思いますが、逆に真夏は一番大変です。まあ、こんなことであります。これが、まあ、ショーというのがあって、みんなこう竹冠に生まれる、みんな竹の木がつくんですね。はい、これは初めて見たようなことがあるんですが、これは何と読むんでしょうか。はい、そうですね。引き力と言います。引き力ですね。ちょっと難しいんです。
感じの、 18センチぐらいのところでありますが、音だけは一丁前に一番大きいんです。こんな感じの、これが全部で18センチぐらい、こんなもんですね。これも竹製で、まあ、9個の指の穴があります。で本体約18センチで、まあ、露節といいまして、竹の上のところに足の茎を削ったもので、それを、まあ、潰して、で、サンドペーパーで磨いて、で唇を加えて、まあ、まあ、こういうやり やりますね。でこれも雅楽界では、まあ、有名な東儀秀樹さんという方がおるんですが、その人はお得意な楽器でございます。でロゼツはですね、ショーとは逆に常にこう角の湿り気が必要になっているんです。したがって、まあ、お茶でも何でもいいんですけども、まあ、水でもいいんですが、こう常にしてしながらやっていると乾いちゃうと音が出ない、こういう状況ですね。まあ、普通はまあペットボトルを挟んで一人だけお茶を飲みながら吹いてるのは七力と、まあ、こんなことで、ご存じいただければいいのかなというふうに思います。まあ、初めて見るようなやつですが、これが七力というふうに呼びます。これはもうご存じですね。あ、牛的ですね。ちょっと音が聞いてます。でできておりますが、こんなちょっと七力はまあこんなもんですけども、これがまあちょっと、おみこしやなんかやってる人ね、よくカムラやなんかで見るのとまあだいぶ似てるんですが、これがまあ流的、まあ、横笛とこんな感じであります。これ竹、これも竹でできているんですが、竹製で7つの指の穴があります。で本体があれで、まあ、大体40センチぐらいにございまして、まあ、音域の狭い、先ほど申し上げました流的、これはもう1オクターブぐらいしかないんですね。で流的をまあカバーして主旋律を彩る、まあ、可憐な働きをする、まあ、こんなのが、まあ、流的でございます。昔日本昔話で某弥生家の何ですかっていうね、漫画があったんですけども、あの画面始まるときに龍がギューッとこういうふうに登っていく、あんなやつを、まあ、思い出しながら聞いていただければなと思います。この吹き物の3つがですね、まあ、放送が済むという天から差し込める光を表す、この先ほどの章ですね。それから人の声や地上の音を表す七力、さっきの、まあ、一丁前に一番大きな音なんです。これが、まあ、人の声や地上の音を表す七力、それから今申し上げましたように天を舞い散る昇る、舞い立って昇る、まあ、竜の音を表すという竜的で、これらが3つ一緒になりますと、まあ、小宇宙を表していると、まあ、こんな風に言われております。それからこれが、まあ、流的ということでありました。で、まあ、鶴川区では、まあ、あと琵琶っていうやつがあるんですが、琵琶はちょっと使っておりませんので、その代わり、まあ、こんなものも使っているんですが、さてこれは何て読むでしょうか。尺ですね。まあ、初めて見るかもしれませんが、尺っていうふうに読みます。ちょっと
これあの所得対象だかがね、誰だかこんなことやって、リアツをただ半分に切ってこう叩いてこういうやつをですね、これがまああのサクっていうふうに言います。で、あの一番冒頭はあのご案内申し上げましたように、松代雅楽はですね、あのいわゆるまあ唱が、いわゆる歌がまあ中心になっているということで、これをまああのこういうふうにやることによって。まあ、あの表紙を取っていくということで、まあ、あの一番後ろで大きな音を出してるんですけども、これはまあ非常に唱が歌を歌う中ではまあ貴重な役割を果たしている。それからまあ歌全体もまあリードをしているということでございます。これがまああの、まあ、楽器と言えるのかどうかはありませんけども、私どもがそれが楽器を貸しで使っているこの、まあ、一つの楽器で、まあ、以上はあのいろいろ申し上げましたけれども、まあ、こんな楽器を使いながら私どもこれからも、まあ、進めていきたいというふうに思います。ご苦労様でした。あんまり言いたくなかったんですが、今東儀秀樹さんの名前が出たんで、この私どもの楽器協会が平成7年に再興したんですね。その前後では彼にしょっちゅう来ていただいて教えてもらったんです。まだ宮中の方でやってらっしゃったから忙しくなかったんですね。名前も売れてない、それで新幹線がなくて3時間4時間ぐらい乗ってきて、私が車で、神山田の方に帰ったのかな、運賃を節約すると、それで兄弟親御さん3人で来てやっていただきました。そのうちに連絡がうまく取りづらくなってきたら、ご承知のような、まあ、トミー・ヒデキさんブレイクしちゃう、もうそれ以上何か言ってもしょうがないんだよ、そのままね。ただ真っ白で、当時平成7年ですから、トミーさんのコンサートや何かはやっていただきましたしね、まあ、余計なことですが、今名前出たんで申し上げました。それじゃあ、演奏に移ります。次は富士ですね。Oh.
人の歌で、本来ですと4人のドームがついています。私も昭和29年中学3年最後に私どもがこれやる前がもう途絶えた時の舞台でこの曲のドームをやらされましたですね。全く経験がありますじゃないな。で何も覚えてないですね。だからみんなに迷惑かけてどういう風なんだって全然わからない。思い出さないという富士でした。では続きまして園生の梅を演奏いたします。
菅原道真の歌を先ほどの春章さんが曲をつけたということでございます。続きまして、坂ゆるみよ。これ坂えるって言いたくなるんだけど、古来前から坂ゆると呼んでおります。坂ゆるみよです。まあ解説なんか見てますと、短い曲だが楽章の話として音域が広く、音程もかなり、跳躍している、なりにくいとされているそうです。では坂ゆるみよです。坂ゆるみよであります。ここでもうちょっと楽器はことになってるんだ。恩田木の作品「ひもかがみ」を南部合唱合唱でお届けします。合唱団ではありませんのでうまくありませんがお聴きください。向かいて像を見る
ひもかがみでした。当時真田藩の財政危機を救ったと言われる本田黙の歌です。最初の時に会長を流れて山崎さんがですね、雅楽なんだけれどもこの歌は内容がいいので練習するじゃないかということでずっとコンサートでは取り上げてきております。さて私の演奏も最後となりました。最後に古典歌楽の絵天楽を演奏したいと思います。古都が調律変えますのでちょっと時間ください。当時秀樹さん一番縁がありまして最初に教わったんですね。でその後先生なしだったんで、まあこの中ね数人本当にうまいっていうか上手な人もおります。でもそれぞれにいろいろ聞きながらやってはいるんですが、それでも誰かいねえかなということで数年前から東京から、一人女性の学士をお願いしまして、1年に1回ぐらいですね、このとこちょっとやってないんですけど、教えてはいただいております。まあお聞きになって分かると思うんですが歌中心の魔性科学ですので、なかなかね、その歌の気持ちもよくわからんでやってきてますが、そろそろ理解がだんだんできてきてるんではないかと思います。それでは最後に絵天楽を始めます。寝取りから入ります。
転落でした、以上で私のもう真っ白感ここで帰りコンサート始めます。ありがとうございました。